ガチガセ、人生が大きく変わっちゃった人たちスペシャル。ガチガセ、まさやき。今からヤンキーとは関係のないお仕事をしている男女8人が登場。しかしこの中に反省したい苦い過去を持つ元ヤンキー、つまり元ヤンがいる。食料に惑わされず元ヤンを見破れ。この方々です、どうぞ。いやいや、いきますよ。歩き方がでもヤンキーっぽいですね。この8人の中に反省したい過去を持つ元ヤンは何人いるのか。テレビをご覧の皆さんにだけ教えよう。答えは5人。さあその5人を見破ってください。まずアッコさんと指原が見破るのは野田栄治さん36歳、職業は牧師。東大阪市の教会で日々迷える子羊たちを救っている。人が変わる瞬間とか人が変わっていくそのプロセスを見ることができる職業なんで、それがすごくもう楽しいし嬉しいですね。果たして野田さんは反省したい過去を持つ元ヤン牧師か、それとも違うのか。さあそれではお二人に見破っていただきたいと思います。質問とかしてもいいですし、あとガンを飛ばし合うっていうのも全然いいです。あ、いいヒントだ。ガンを飛ばす、ヤンキーが相手を威嚇して睨む行為。元ヤンキーなら睨まれれば睨み返すはずと、ガチの元ヤンアッコさんが一番の男性にガンを飛ばしてみる。ちょっとね、ちょっと落ち着かないんですよ彼が。うわ似合うなアッコさん。これなんだこれ。これ楽屋見てるみたい。探ってますよ、探ってますよ。アッコさん目の奥を見てます多分。なんとなく臭いですね。ヤンキー臭い。おどおどしてますけど、はい、目の奥は見据えてるからね、うん、質問してもいいですか。いいですよ。何年前に何があって牧師さんになられたのかって、牧師になったきっかけは聖書を読んで。聖書を読む。まず元ヤンキーの方が聖書を読むかって言ったら読まないですよね。いやそれはバカにしすぎですよ。ヤンキーも聖書読みますよ。ねえねえ、すごいこと言ってるよ、はい、どこで読んだの。檻の中でしょ。ちなみに入ってないんですよね。入ってませんよ。役ではね、役では結構入ってます、こちらの男性が反省したい過去を持つ本物の元ヤンならばガチ、そうでなければガセ。果たしてどっちだ。さあそれではどうぞ。ガチガセ。あ、分かれた。サシコなぜガセ。いや目の奥がとても綺麗だなと。てか、うん、優しい目をしてるじゃないですか、うん、優しそうな目してんだけど奥が鋭いんですよ、うん、だから私がこう見て反らすんだけど、反らしてもう一回戻すとちゃんと見てんのよ。でこれは昔で言うとかかって今回っていう。ね、みんなわかるでしょ。あの人がガチだっていうのがわかるでしょ。あれキャラじゃないからね、あれガチなんだからね。それでは本人に答えてもらおう。私は反省したい過去を持つ元ヤン。です。結局どうやって聖書にたどり着いたんですか。まあそうですね、あの少年院の中で。うわー、リッチさん。すごい。牧師の野田栄治さんは元100人近い暴走族の幹部の方。こんな顔映さないで思い出になるんですか。本当だよね。
矢印ないと分かんないもん。そんな野田さんは、うん、過去の自分に反省したいということで、はい、そうですね、はい、まあ、当時は、人の痛みも分からずに、まあ、人を傷つけ、まあ、自分自身も傷つけ、まあ、社会に対して迷惑をかけていたんですけども、まあ、今は子供がいる、まあ、一人の父親として、当時、まあ、社会に対して迷惑をかけていたこと、まあ、この場において、心から謝罪したいと思います。うわー、すごい。